はい、皆さんこんにちは、レイです。動画撮ろうと思ってカメラの後ろに鳥かごが2つあって、これ小さい方、福知家の小さい方、あと大きい方がいるんですけど、ちょっと解き放ってやろうかなと思って、僕が喋ってる時にこいつも喋り出すんですよ。もう一個がちょっと向こうでピョピョ喋ってるんだけど、と思ったらちょうど飛んできちゃった。はい、じゃあ今日はですね、こんな感じでですね、ブーツの話をしようと思うんですけど、君覗き込むのはやめなさい、覗き込むのはやめなさい。あのですね、今年のですね、いろんなバイク遊びをする中で海外オフロードの旅に行くっていうですね、ちょっと新たな、遊びを始めてみようかなと思いまして、でそれでここにあるのがですね、アルパインスターズのブーツなんですけど、こっちの、これね、カラーリングがちょっと施されてるんですけど、もともとのベースカラーホワイトなんですけど、これがアルパインスターズのテック10っていうモトクロス用の、最上級機種といいますか、フラッグシップモデルのブーツなんですね。でこっちの端にあるのが、これがテック7っていうもうちょっとエンデューロ寄りな設定のもので、かつこれはソールがエンデューロ用に地面をグリップするようにボコボコのソールがくっついてるというテック7エンデューロというものなんですね。でこれはちょっと型落ちなんだけども、サーキット用、オンロード用のスーパーテック R っていうものなんですけど、今日はですね、この3つのブーツの違いを説明しつつですね、このテック10の新型をこの間アルパインスターズの展示会で見てきちゃったんですね。その新型の進化が半端なかったので、そんな感想をですね、お話ししようかなと思います。はい、そんなわけでですね、小さい方どっか飛んでくかなと思ったら、まだここにいるので、このまま動画にいるそうです。よろしくお願いします。キョトン顔ですね、キョトン顔ですね。僕はですね、オフロード、得意でもないし上手でもないし経験も大してないし、サーキットは練習に通いまくった頃が一時期ちょっとだけうっすらだけなんですけどありまして、サーキットの方がどちらかというと精神的には慣れていて、そんなにサーキットに行っても緊張することなくその日を楽しむことができるっていう境地にはいるんですけど、モトクロスとかオフロードの方については、基本的に今でもですね、ビビり倒してるというところなんですね。そんなビビり倒してる中でもですね、オフロードって言ってもいろんな遊び方があって、例えば、日本で言うと林道遊びされてる方多いですよね。かなりグレーな遊びになってきてしまってるので、本当に走れる場所があるかどうかっていうのは確かめながら遊ばなきゃいけないというのは、ちょっと、正直ややめんどくさいところはあるんですけども、で例えば公道ではなくてクローズドコースで遊べるモトクロスコース、日本中いっぱいありますよね。例えば全日本モトクロス選手権やってるところとかで、そういうところでも遊ぶこともできますし、でツーリング先でちょっとしたあぜ道とかちょっとした砂利道とかを走るような、軽く土の上を走ることもあるじゃないですか。でどれが好きかっていうと、土の上行っちゃえば全部楽しいから、僕は全部まんべんなく楽しいかなっていうぐらいの、知識とか経験なんですけど、最初モトクロスコースの横にある初心者コースみたいなジャンプがないところでオフロード遊びを始めたのが最初なんですけども、その時ですね、オフロード系の友達、モトクロスの友達とか全くいなくてですね、わけわからず僕はこのテック10というものを選んだんですね。というのはこれがアルパインスターズのモトクロス、土の上で遊ぶための靴としては、これが一番高いやつなんですね。これのね、日本で売ってる値段とヨーロッパの値段が違うっていうのはですね、ちょっと日本人残念なところではあるんですけど、価格ね、倍とは言わないけどそれぐらい違うんですよね。いきなりちょっと脱線していきますけど、とはいえアルパインスターズに限った話ではなくて、僕ら粗いヘルメットを日本で買うと高くても 4,5 万円ぐらいで買えるものが、ヨーロッパアメリカ行くと10万円級になっちゃうので、舶来品、輸入物、輸出物っていうのはそういうことがしょうがないんじゃないかなとは諦めてはいるんですけども、このテック10、一番高いやつ、一番防御力が高いやつで、友達たちと相談して何がいいのかな、正直わかんねえな、でも多分怪我するから一番怪我しなさそうなやつにとりあえずしとこうぜって言って、このテック10を選んだんだけど、それ自体は正解だったと思うんですね。間違いがなかったと思うんです。その前にこういうブーツを持ってない時に、ロード用のブーツ、サーキット用のブーツでそのままコース行ったことがあるんですね。でサーキット用のブーツ履いたことがある人、街乗りする簡単な靴とかスニーカーに比べると足首が動かなくて、ああ硬いな、歩きにくいなっていう思いをした方いるんじゃないかと思うんですけど、
こういうのに比べると素足のように動くんですね。こういうのはもうコルセットでガチガチに固める的なイメージがあるんですね。で、最初そのサーキット用の、まあ、この手のものですね、これじゃないんですけど、別のメーカーのこういうのをあの土の上で走ってみたんですけど、転んだ時に足首をバイクに挟んでしまって、足首が変な方向にねじれてしまったんですね。で、それで結構痛い思いしまして、あと引きまして、まあ、おっさんなんで治りも遅いですしですね、まあ、そういうことはもうやめようと思って、このテック10っていう方に僕は進んだんですけど、あのこれですね、全然動かないです。あの足首でこうペダルをかき上げたりとか全然できないです。あの足ごとこうやって動かしに行かないとギアチェンジもろくにできないんですね。なんてすごいものなんだって、わけわかんねえと思って、バイク乗れないしと思って、まあ、だんだん慣れていったら、結果足首でこうやってねペダルをこうやって動かすんじゃなくて、足ごとこうやって動かしてペダルを踏みつけるか、中に入れてこうやってかき上げればいいやってことを後から覚えたから、まあまあ良かったんですけど、そんな苦労をしてる時にですね、あのアルパインスターズの人に、あの靴どうって聞かれて、いやすげえ動きにくくて乗りにくいです、でも足首怪我するの心配だからこれ履いてますって話をしたら、テック7こっちを履けばもっと柔らかいよって言われたんですね。で、こっちを履いてみたとこ確かに全然違う。こっちだったらある程度足首動かせるんですよ。っていう違いがあってですね。で、これからモトクロス遊びを始めようかなっていう人は、どのブーツ買おうかなって、あの、まあ、悩むと思うんですよ。あの、お店行っても種類だけはすげえいっぱいあるし、で、どれ買ったらいいかわけわかんないし、で、僕が自分にアドバイスするなら、僕が10年前とかの自分にアドバイスするなら、アルパインスターズよりももっと安いブランドいくらでもあるんだけども、単純にそういうのは粗悪品の部類に入るものなので、僕は全くおすすめはしません。ものをですね、実物で見て触ると、あ、高いなりの理由があるな、安いものには安いものなりの理由があるなっていうのがパッとわかるので、多分ですね、履き心地が良くないとか怪我するとか、そういうあのデメリットが後々にバイクライフを送る中で日々積み重なっていって、あの気づかずイライラすることがあるとは思うんですね。で、それしか知らなくて不満なくても、こういうのに履き替えた時に、あ、今まで損してたんだって後から気づくのも惜しい話だと思うので、もともとアルパインスターズは靴から始まったメーカーなので、やっぱ靴はですね、イタリアの職人さんがいいですね。靴は靴屋で買うのが僕はいいんじゃないかなと思います。で、この2足ちょっとですね、今日はですね、とあるゲストをお呼びしてるんですけども、はい、こちらの方です。はい、谷田先生をお呼びしております。谷田のですね、これはあの測り、重たさ測るやつ、あの料理するときとかに、なんかあの小さじとか大さじっていうのもよくわかんないし、あ、スプーンのサイズかとか、なんか人すくいとか、あの全部グラムで教えてくれよって思うんですね、料理できない身としては。で、それで僕は何作るときもこれでついつい測っちゃうっていう癖があるんですけど、今日はですね、早速この2足とサーキット用のスーパーテック R のこの3足を実際にこれで測ってみて、単純に重たさっていう観点でどう違うのかっていうのを皆さんとですね見てみようかなと思うんですね。ではですね、電源スイッチ入れましょうか。床が硬いとこじゃないとダメだよね多分。はい、電源入りました。じゃあですね、ちょっとここに置いて、実際の画面は携帯で写メして、この辺にこうやって入れるようにしましょうね。はい、で、汚れちゃうのでキッチンペーパー持ってきました。キッチンペーパーここに載せます。キッチンペーパー1枚、 これで 2g もあんの、マジか。 2g、0にする。じゃあですね、ちょっと鳥さん乗っかってるんですけど、ちょっと鳥さんすいません、一回すいません、ちょっと。はい、じゃあですね、一番確実に重たいのがこのテック10なんですね。あの、こんなもの履くのっていうぐらい重たいです。だけどモトクロスっていう競技は特性として、まあ、その派手なジャンプをするの、バビューンって、で、着地する時の怪我のリスクがあるということもあって、この防御力の高さを誇っているそうなんですけど、目をつつくのはやめなさい、目をつつくのはやめなさいというものなんですね。だからガチガチなんです。じゃあこれ測ってみましょう。測れるのかな、これ。マジでそんなに重たいの、マジか。ちょっと想定より重たかった。ちょっとこれ、はい、重たさ、マジか、すげえな。はい、じゃあちょっと一旦これ保存して、ちょっと待ってくださいね、ちょっともう一足いこうか。そんなに重たい、俺なんか間違ってる。いや、インナーブーツ入ってる、いや、それ以上何も入ってない。はい、鳥さん引っ越しです。
はい、じゃあテックセブンエンデュー流のもの、こっちも同じような防御力はあるんだけども、そういう派手なジャンプがない分それをそぎ落とせた結果必要な防御力と動きやすさを確保しているという種類ですね。じゃあテックセブンエンデューロ、モトクロスの方じゃないです、エンデューロの方です。はいはい、あ、大きい方がやってきた。はい、あー、こういう差があるのね。はい、写真撮ってきましょう。なるほどね、なるほどね、なるほど。え、じゃあですよ、じゃあですよ、これサーキット用のスーパーテック R 行こうか。まあさ、こうやって並べたらさ、まあ、明らかに大きさの違い目全然違うよね。じゃあこれが鳥がうんちしたんだけど今ポロポロって落ちちゃう、ってことは俺の帽子にうんちついてるってことだねこれ。はい、あ、全然違う。はいはい、目をつつくのはやめなさい、目の上で歩くのはやめてください。何、君たち寂しいの、君たちちょっとこの辺で遊んでなさい。なるほどなるほど、こんなに差ある、マジでちょっとびっくりしたな。発表します、発表します。まずですね、じゃあちょっとこの人を下ろしましょう。まずですね、まずですね、その前にちょっとうんち片付けるんでちょっとお待ちください。はい、鳥のうんちを片付けてきました。のんきにとことか歩いてますけど、君たちのうんちをいつも片付けてるんですよね。うん、知るかって顔しますね。はい、じゃあですね、ちょっと 重さ発表していきましょう。画面のですね、左側に出しましょうか。こっち側出していきましょう。はい、まずですね、テック10の重たさ、右足で計測しました。で、僕はこれ、飾りのステッカーを貼ってるから、数十グラムぐらいは、標準よりも重たくなってる可能性はあります。あとですね、僕の血と涙と汗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 と泥がこれ多分染みついてるので、新品の時よりかは重たくなってる可能性大でございます。僕がけですね、計測した結果、テック10、2105グラム。2キロもあるんだね、これ一足。ってことは、両方履くと4キロになるってことですね。すげえな、そんな重たいもの履いて俺遊んでたんだ。不思議だな、そんな風には感じてないな、重たいけど。やっぱ人間で身につけちゃうと重たさの体感って変わりますね。なるほどね、なるほどね。はい、じゃあ次はですね、このテックセブンエンデューロいきましょう。こっちも僕の血と涙と汗と泥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 がついてるんですね。それがですね、はい、1765グラム。ってことは、400グラム弱の重たさの差がありますね。なるほどね、結構な差がありますね。400グラムって結構な差だよね。まあ、ちょっと、350グラムぐらいとしておきましょうか、仮に。ちなみにさ、iPhone X ってどのぐらい？iPhone X で197グラム。僕はケースつけてるのでその分もちょっと乗っかってますね。この iPhone X がまあ200グラムとしましょう。ってことはこれの1個半分ぐらいのものがこれにこうやって乗っかるとこれの重たさになるんですね。はいはい、結構な差ですね。だからね、片足で350グラムずつぐらい重たくなるってことは、ペットボトルは500ミリか、350ミリ缶のジュースあるじゃん。あれを自分の足にくくりつけるぐらいの重たさになるんですね。こっちに来ると。結構な差ですね。で、ですね。じゃあサーキット用の靴どうか。これね、確かに持ってても明らかに軽いのこれ。ただ街乗りで履くような普通のライディングシューズと比べればちょっと重たさは感じるんですよね。で、これちょっとマグネシウムのトゥースライダーつけてるんでちょっと重たさまた変わってるとは思うんですけど、これがですね、 1765g。 違う違う、嘘、1765はテックセブンだ。これがね、1084だから 700g ぐらい、これとこれでも差があるっていうことですね。あー、そりゃ結構な差に感じるよな。だから普段僕が履き慣れてるこれからこっちに行くときに1キロ重たくなってるんだね。なるほどなるほど、面白い結果でございました、面白い結果でございました。そうですか、そうですか、なるほど。はい、いかがでしたでしょうか。そんな計測結果でございました。まあ、このですね、テック10モトクロス用のブーツなんですが、これが 2105g、
で今回展示会行ったらですね、これの新型が発表されていたんですね。ちょっとね、申し訳ないのが簡単な写真しか撮ってこなかったので、これなものしかないんですけど、これにも重ねちゃいましょう。はい、こんなものなんですけど、ここで新旧すげえ差があるのが、なんと新型のテック10は 500g の軽量化をしているんですよ。 500g ですよ、すごくないですか。でその時にね、ちゃんと聞いとけばよかったの。片側 500g なのか、両側で 500g なのかってことをちゃんと聞いておけばよかったんだけど、ちょっと忘れちゃって。で、記憶の中で 200g とか 300g ぐらい、テック7の方が軽いっていう記憶はぼんやり持ってたの。でさ、その場にテック7、これまあ現行モデルで変わってないやつと、それとこれの新型、2018年から投入されるその新型のテック10をこうやって持ったら、テック10の方が軽かったのね。ってことは、一足 500g 軽くなっちゃってんじゃねえかな、両側でじゃなくて。で、しかも、柔らかくなったの。で、僕は、スタイルとしても一番なんか最上級モデルのテック10の方がなんとなく憧れがあるし、履けるならこれ履きたいんだけど、重たいし足動かないしギアチェンジできないしってことで、このテック7の方が好きなのね。で今回海外オフロード旅行くのは、モトクロスコースを走るわけじゃなくて、ツーリングでたまたまそこがダート道っていうぐらいのところを走るはずなんですね。よくわかってないんだけど、はずなんですけど。ってことは、そこまでのプロテクションよりかは、単純な軽さとか、動きやすさとか、まあその操作性ってとこですよね。が必要なんですよ。そこでテック7を選択する気満々でいたんだけども、なんと新型テック10が 500g 軽くなっちゃって、テック7より軽く感じてるんですよ。ちょっと悩むよね。新型のテック10がいつ日本に帰ってくるのか分かんないんだけど、資料はあるんだけど、ちょっとちゃんと見てないんだけど、そっちにすれば、防御力は最大のものを守ったまま、そこに俊敏性が出てくるわけですよね。だから戦士なのに武闘家の速さも身につけちゃったみたいな、転職1回目みたいな感じですよね。っていう風になるんですよ。で、これがさ、ちょっと汚いからここで見せるの難しいんだけど、まあ足首、これぐらいの動かし方は可能なのね。鳥さんすいません、鳥さんすいません。で、こっちのテック10 同じ動きしてるんですよ。僕はこれぐらいしか動かないんですよ。これぐらいの違いがあるんですよ。しかもこれぐらいの重たさの差もあるんですよ。というところでですよ、テック10かテック7か悩んじゃいません？ちょっと僕のこの気持ち共感していただける方いらっしゃいます？まあまあ、もちろんね、今回の旅はこのテック7エンデューロ、これはソールがエンデューロっていう地面グリップするソールついてるから、歩くこと考えるとこのソールじゃないとダメなの。こっちのテック10はバイクの上で扱うための靴だから、ステップは食うけど地面は食わないから、これ泥道で万が一転んで立ち上がろうとしても地面全く食わなくてまた転ぶのね。これだったらグッて踏ん張れ。はい、というわけでですね、僕の大好きなライディングやアパレルの話でちょっと同じ話の繰り返しになってしまってですね、ちょっと楽しくなっちゃったので、以下略とさせていただきました。はい、というわけでですね、海外オフロード旅の準備をじわ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 進めている中でですね、まあ靴も概ねこれで方向性見えたかなと思いながら、と同時にテック10新しいのも欲しいよって思う僕もいるんですね。気持ちはですね、こうやってオフロードに向けて着々と準備は進んでいってるんですけど、準備進んでんの？進んでないんじゃないの？なんかあんまり、なんかね、服はこれ着ようとかね、モトクロスジャージはこれ着ようとか、プロテクションは、そう、プロテクションはね、胸のベストはね、ちょっと一個進んだんだけど、まあ靴はね、テック7でいいんだけど、やっぱテック10ね、かっこいいんだよね。必要なものかどうかっていうと、世の中必要じゃないものの方が多いわけで、例えば生きていく上でバイクなんていうものは全く必要のないものなんですよ。生活する上では必要のない、ただのおもちゃで、ただの贅沢品なんですよ。靴も一緒でさ、そんなに何種類もいらないわけですよ。全然いらないの、生きていく上では。だけど欲しいの、
遊びだから。以上というわけでですね、これからも僕が欲しいもので、そうですね欲しいものを、好きなように紹介をしていこうかなと思っておりますので、引き続きこのレイブログぜひご覧になってください。いやもうほんとさ、カラーバリエーション見せられるとさ、全部のカラー欲しくなるじゃん。だってさ、バイクもそうなんだよ。あの YZF-R6 のブラックと今一緒に生活してるけど、ブラックいいよ、かっこいいよ。でもブルーもかっこいいんだよ。で YZF-R1 も色変わるじゃん。で、まあ、自分の R1M のさ、レースカウルもレース前には何かしらのカラーに塗ろうと思うんだけど、ちょっとなんかおしゃれ着せ替えしようとは思うんだけど、カラーさ全部欲しくなっちゃう。だからさ、この帽子もさ、これクッションニットギャップなんだけど、最初ピンク買って気に入ってかぶってたんだけど、なんかあまりにもこれ快適でさ、あの蒸れなくて暖かくて気に入ってて、でこのブルーも買っちゃったのね、結局。だからさ、もうカラバリ、いやもうちょっともう これまた別の話にしましょう。はい、というわけで本日のレイブログ長々と、この絵変わりせずですね、また、恒例のパターンでお届けしましたが、また最後までご覧いただいた方いらっしゃったのであれば、いつも本当にありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、レイがお送りしました。